マウントロブソンは日本の競争馬。主な勝ち倉に2016年のスプリングステークス。2015年10月24日、東京競馬場の新馬戦でデビューし、2着。2戦目の未勝利戦でディーマジェスティの2着の後、3戦目で初勝利。年明けて3歳初戦の小倉競馬場の条件戦アスナロ賞をも勝手に連勝とし、重賞初挑戦となる。 スプリングステークスでは、逃げだ、マイネルハニーをゴール前で差し切り3連勝を達成して、重賞制覇。クラシック戦線に乗ったが、春は、サツキ賞6着、日本ダービー7着、秋もセントライト記念と、喫下賞共に7着に終わり、長期休養に入る。復帰初戦、2017年7月23日の福島テレビオープンでは、前を行く。 マイネルハニーと馬体を離して外からかわし、復帰初戦を飾る。8月の札幌記念発着を経て10月のオクトーバーステークスでは、先に先頭に立ったストロングタイタンを花さでかわして勝利。12月の中日新聞杯でメートルダールの6着に終わって、以降はレースに戻らず、そのまま2018年9月20日付で競争馬登録を抹消され、引退後は、 乗馬になると報じられた。以下の内容は、ヤビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。ありがとうございます。